皆さん、こんにちは。貴ノ浪さんは90年代に活躍した力士です。2015年に43歳の若さで死去すると、たちまち大ニュースになりました。今回はそんな貴ノ浪さんの経歴や活躍について、抱える病、嫁や子供について、副上司の噂について見ていきたいと思います。貴ノ浪さんは1971年10月に青森県三沢市内にある浪岡家の第三子として生まれてきており、父親は公務員をしていたようですね。小学2年時から相撲を開始していた貴ノ浪さんですが、早起きが苦手だったため、朝稽古が必須な力士は志してはいなかったとか。とはいえ、実寸2メートルを超えると言われている巨体ぶりが相撲関係者の目に留まり、初代貴乃花こと二子山親方、当時藤島親方が三沢市までスカウトにやってくるといったサプライズが起こったため、中学を卒業後に角界入りを果たすことになりました。角界入り後の貴ノ浪さんについては、二子山親方が1983年に創設した藤島部屋に入門することになりました。当時の藤島部屋は新興の相撲部屋だったこともあり、関取はおらず幕下だった秋ノ島さんが出世頭という状態でした。そのため体格に恵まれた貴ノ浪さんは二子山親方より特に目をかけられていたらしく、貴ノ浪という四股名も親方が直々につけたそうですね。後に相撲界切ってのガチンコ部屋として有名になる藤島部屋は、とにかく練習量が多かったそうで、貴ノ浪さんも1日100番もの猛稽古をこなす日々だったとか。恵まれた体格な上、猛稽古を続けていただけあり、初土俵を踏んで以降の貴ノ浪さんは順調に番付を上っていくことになり、入門4年目となる19歳の時に新十両まで昇進しています。しかしながら、貴ノ浪さんのことを将来は大関や横綱の器と目していた二子山親方は、出世が1年遅いと褒めてはくれなかったとか。その後、師匠からの叱咤激励に発奮した貴ノ浪さんは十両をわずか4場所で卒業し、20歳の若さで初入幕を果たしており、1990年代の相撲ブームを牽引する人気力士の一人となりました。入幕後も順調に出世を続け、22歳の時に大関に昇進するなど、二子山親方の期待に応え続けた貴ノ浪さんでしたが、同時代に2代目貴乃花さんや曙さんといった歴史に残る天才力士たちがいたため、横綱昇進の夢は果たせずじまいでした。横綱にこそ昇進できなかった貴ノ浪さんですが、大関在位数は歴代7位となる37場所となっており、師匠である二子山親方と並ぶ2度の幕内優勝も記録しています。2004年の5月場所をもって現役引退となった貴ノ浪さんですが、その後は音羽山の年寄り株を襲名して親方へと転身しています。引退後の貴ノ浪さんは二子山親方の実子である2代目貴乃花さんが継承し、貴乃花部屋に改名された旧二子山部屋の部屋付き親方となりました。現役時代から温厚で社交的な性格だった貴乃花さんは、角界の近代化を目指す改革者だった貴乃花さんの右腕として外交面でその辣腕ぶりを発揮、角界での貴乃花グループの勢力拡大に多大な貢献をしております。本来なら自分の部屋を設立してもおかしくない実績と人望を持っていた貴ノ浪さんが貴乃花さんのサポート役に徹した背景には、2005年に病死した師匠二子山親方より、お前だけは貴乃花をよろしく頼むと頼まれていたそうですね。次は抱えていた病、嫁や子供について見ていきたいと思います。古き良き時代の力士の一人であった貴ノ浪さんは、現役時代は1日3升のお酒を飲み、タバコも1日2箱吸うといった豪快な人物だったそうですね。あの頃から豪快な飲みっぷりでした。日本酒なら毎日3升は飲んだ。ウイスキーをグラスピッチャーに注ぎ、氷を入れて飲むなんて当たり前。それでも二日酔いもせず稽古に励んでいたと元力士は語ります。そのため病気のイメージとは無縁だった貴ノ浪さんでしたが、実際のところは大関昇進後に心臓疾患を抱え込むようになり、だましだましの相撲人生になっていたとか。現役末期となる2004年5月になると、入院するまで心臓の状態が悪化していた貴ノ浪さんは、5月場所自体には参加したものの、3日目に現役引退発表をすることになりました。親方に転身して以降の貴ノ浪さんに関しても、心臓疾患に苦しむ日々は相変わらずだったようで、2006年1月末になると巡業中に倒れてしまい、青森県八戸市内の病院に搬送されています。この時の貴ノ浪さんの症状はかなり重く、急性呼吸不全、心房細動、肺血症など7種類の病気を併発しており、一時は心臓が停止状態になるなど、一歩間違えれば死んでいたかもしれない状況だったようですね。しかしながら、
当時は34歳と体力的に余裕のある年代だったこともあり、手術をして持ちこたえることができた貴乃奈美さんは同年の3月30日に退院し、職場復帰を果たしております。現役時代より長らく心臓病に苦しみ続けていた貴乃奈美さんですが、2014年1月になると今度は咳が止まらないといった体調不良に加えて、胸下にしこりが見つかるといった異変が起こったため、愛知県名古屋市内の病院で精密検査を受けています。精密検査の結果、胃がんが発見されることとなった貴乃奈美さんは、世間には胃潰瘍が見つかったと発表した後、手術をして3ヶ月ほどの入院生活を送ることになりました。この時も術後の経過が良く、職場復帰することができた貴乃奈美さんでしたが、さすがに健康に気を使うようになり、お酒やタバコをきっぱりとやめたそうですね。貴乃奈美さんは2002年に6歳年上の名古屋在住の保育士陽子さんと結婚しています。2人は貴乃奈美さんが幕下時代からの付き合いだったと言われているため、10年以上の長期交際の末に結婚したことになります。父親が名古屋の病院長という名士の家系の生まれた陽子さんは、貴乃奈美さんとの交際後も上京することはなかったようで、基本的には東京、名古屋間の遠距離恋愛状態が続いたようですね。そのため貴乃奈美さんが心臓病を患って以降は、陽子さんの父親のズテを借りて名古屋市内で療養していた時期もあったらしく、彼女のところへ入り浸っていると勘違いしていた相撲関係者もいたとか。結婚後の貴乃奈美さんは、妻である陽子さんの意向なのか、名古屋市内に自宅を構えることになりました。その後2人の間には2004から2005年頃に第一子長女も生まれていたようですが、生活拠点を東京に移すこともなく、貴乃奈美さんが単身赴任状態で貴乃花部屋に通っていたようですね。次は副上司の噂について見ていきたいと思います。貴乃奈美さんは2015年6月20日に大阪市内のホテルにて急性心不全で亡くなっている姿が発見されることになりました。43歳の若さで急死した貴乃奈美さんの葬儀は、自宅のある名古屋市内の葬儀場で行われたそうで、元作家、日本代表、鎌本邦重さんなど各界以外からも多くの著名人が参列していたようですね。突然の訃報で世間を驚かせた貴乃奈美さんですが、死後1ヶ月ほど経つと週刊誌などで、実は副上司だったとのスクープ記事が掲載されています。大阪にいる愛人とラブホテルでことに及んでいる最中に体調を崩して、そのまま帰らぬ人になったんです。いわゆる副上司である。しかもこの事実が週刊誌の記事で大々的に報じられてしまったのです。明るく気さくな性格で人望も厚かった音羽山親方だけに、その死因は世間に大きな衝撃を与えました。週刊誌などの記事情報をまとめてみると、死の前日に妻に友達5人と会ってくると言い残して大阪へ向かったという貴乃奈美さんですが、実際は愛人と不倫する予定でした。その後大阪で一晩を過ごした貴乃奈美さんは、2015年6月20日の午前10時過ぎ頃に豊中市走りにあるラブホテルを訪れています。ラブホテルでは愛人と難なく合流できた貴乃奈美さんでしたが、性行為に及び始めて間もなくすると心臓の状態が悪くなってしまい倒れてしまったとか。愛人の方も放心状態にはなっておらず、慌ててフロントまで連絡をして救急車を呼んでもらったものの、救急隊が到着した頃にはすでに貴乃奈美さんは死亡していたようです。本人もまさかのタイミングで亡くなってしまった貴乃奈美さんですが、 AED があれば助かったのではないかとの専門家の声もあったようですね。貴乃奈美さんが愛人と密会していたラブホテルは部屋数53を数えるそれなりの規模の施設だったものの、一般的なホテルとは違い AED などは設置されていなかったとか。そのため精子を分けることになる発作後の数分間に有効的な処置を取ることができずに、蘇生のチャンスを逃してしまう羽目になりました。持病の心臓病に加えて胃がんを患うなどボロボロの体ではあった貴乃奈美さんでしたが、43歳の若さで副上司をする羽目になったのは油断があったのではないかという専門家の指摘もあります。貴乃奈美さんは高血圧症や高脂血症などの持病を抱えていたということですから、心臓には常に負担がかかっていたわけです。その上不倫相手とラブホテルでの仰せとなると精神的興奮度が高まり、これまた心臓に悪い。貴乃奈美さんはもともと心臓が悪く持病まで持っているにもかかわらず、不倫という危険な興奮の仕方をしてしまったということです。ただ薬を飲んで病気をコントロールしていれば、彼の若さで急性心不全になることはまずありません。本人は体調は悪くないと高をくくっていたのでしょう。とはいえ生前の貴乃奈美さんは
数種類の薬を服用している姿を相撲関係者に目撃されているため、普段からしっかりと体のケアをしていたのにもかかわらず不運に見舞われた可能性が高そうです。いかがだったでしょうか。今回は貴ノ浪さんについて深掘りしてきました。まさかの最後に驚きが隠せませんでしたね。奥さんはどういった気持ちで彼の死を受け入れたのでしょうか。ご冥福をお祈りします。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。また取り扱ってほしいアスリートがいればコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価をお願いします。